どうもーかげやんです。今日はですね、続けるにはということについてお話しさせていただきたいと思います。こう、何か目標があったりしてね、こうやりたいことがあって、それをこう成し遂げるためにね、えー、続けるという、継続するっていうことは必要になってくると思うんです。その一回だけで何かを成し遂げるっていうのは、なかなか難しいかなというふうに思って。 います、えー、やっぱりその続けることによってそこへ到達するという、えー、状態になるんじゃないかなというふうに、えー、思います。ではね、えー、でもねその結構続けられない人が多いんですよね。でなぜ続けられないかというとね、えー、それをやらららななくても困いいからととうことがまずあるんですねそのそのことをやらなくても困らないから、えー、やらないと。で 人間にはその生,存保存生存保存能力っていうんですかその、えー、生きようとする力これが一番強いんですね。自分を守ろう命を守ろうとする力が強いんですけども、えー、その命の危機がある時は動くんですね行動します。 でえー、その命を守るために続けることができるんですけども、えー、この現代でですねそういう状態になるっていうことはなかなかないかなというふうに思います。例えばそのこの食事をずっと続けたら死ぬよ 1>, 1ヶ月後に死にますよ2ヶ月後に死にますよといったらそれをやめて違う食事にすることはできるんですけどもそういうものがなくてですねそういう強制力がなくてその続けようってしても最初の23日は続いてもやっぱりその自分の,その欲望の方に、えー、行ってしまうということがあるんですねだからなかなか続かないと。 いうこととですねあとはその結果が出ないと、えー、続かないっていうことがあるんですねでこれはね、えー、義務教育ですね義務教育をこうずっと受けてますよね、えー、日本で受けてますねでこの義務教育っていうのはですね、えー、基本的にはその言われたことをやっていく言われたことをこなす言われたことに従う人間をこう えー、作っていくというかそういうような教育に、えー、なってしまっているんですねだから新しいいことをを生み出すすよようなな、えー、能力を上げる教育ではないんではんねだからその何かやって例えば算数とかで、えー、数学とかでもですねその問題があって問題を与えられてそれを答えたら、えー、正しい答えで答えたら答えがしっかり出るという状態ですねこれが常識になっているんですね。 これが常識になってるんで何かをこう取り組んだ時に結果が出ないと続けられないんですね。あ結果出えへんやんほなもうやめようってなっちゃうんですね。そういう、えー、自分の、えー、常識になってるということですね。だから頭の中が洗脳されてる状態ですね。でそういう状態になってるんやでっていうことを分かった上でその取り組むんですね。 だからそうするとですね長期目線でこう続けるっていうことを、えー、持っていくっていうことですねそれと長期目線で持っていくっていうのが難しいというかそういうことをしながらそういう考えをれ取り入れながらですね、あのー、自分の、えー、モチベーションを上げる方法を見つけていくっていうことですね自分のモチベーションを上がるその,その行動に移すために こういうルーティーンでやるとか、こういう形でやるえ、気持ちが落ちた時はこういうことをするとかいうのを自分で見つけていくんですね。自分なりのオリジナルの方法を見つけていく。最初は何かを聞いてですね、それをやるとかでもいいと思うんですけど、例えばその音楽を聞く、ほんでどういう音楽を聞く 聞きながらその作業をするとかですね、そういうのをこう、えー、見つけていくということですね。それとですね、えー、人間はその生存するための能力が一番強いんで、その次にね、環境適応能力っていうのが結構あの高いんですね。だから環境に適応する能力が高いんで、えー、例えば家,家で何かを作業しててそれがなかなか続かないっていうのであればですね、えー、強制的に。 あの環境を変えることですねだから僕はそうしないでもう家でできる状態なんであの外へ行ったりはしないんですけどもよくこう聞いたりするのがなんかパソコン作業する時にですねその喫茶店に行くとかスタバに行くとかねそういうことをすることによってですね強制力が働いてそこへ行ったらもうパソコンに向かうのはしゃあないじゃないですか。で周りもそういう作業をしてる人もいるしそういう環境に身を置いて自分をそういう。 その行動に移していく状態にするということですね。 でそういうことをすることによってこう続けられるようになるということですね。だから続けるために長期目線でいるということと内側からそれをやるルーティーンを作るというかそのモチベーションを上げるための何かを自分で持つということですね。それとあの外からの環境ですね外からのというかその環境を変えるということですね。それをせざるを得ない状態の環境に持っていくということですね。そういういことを すするるるこことととにによって、えー、続けることができるんじゃなないいいかなという,ふうに思います僕は完全にねそ,のそ,れをそれをもうちょっと超えるとそのやることがおもろいってなってくるんですね。これやることが、まあ、しんどい時もあるんですけど基本的にはおもろいなってこう楽しいなとかおもろいなっていう状態ワクワクするなとかほんで。 ちょっとでもその進歩したりとか成長するのが感じられて面白いなって思える状態になるとですねえ続けることは別に何の苦にもならないしどっちかというとあのそれがえ楽しみになったりとか一日のその一つのえ自分のこう糧になるというかそういう状態になるんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は「続ける2話」についてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます